皆さんこんにちは。 NPO 法人日本ヘアカラー協会2015年度委員長をしております長谷英二と申します。この度新美容出版から新ヘアカラー入門を刊行することになりました。はい、私ども、日本ヘアカラー協会ではまずヘアカラーを学ぶということで、全国として行っていること、大きな2つのイベントがあります。1つはスーパープレゼンテーション。1年間通して各サロン、また各地、そして仲間と共に学んできたもの、それを発表する、そういう、ステージで皆さんに自分たちを学んだものを広める。でそこにまた全国の仲間が学びに行くと、そういう、スーパープレゼンテーションを行っています。あとその学んだヘアカラーの実力をどれぐらいまで自分が成長したのか、それを腕を競い合うためにデザインを競い合うための全国のコンテストを、東京の会場で行っています。また一番大事なのはその大きなイベントの手前で北海道から九州までの各ブロック各支部のメンバーともに毎月毎月、全国1年間通して300以上の、セミナーをしっかり、受けながらみんなで、向上する。またヘアカラー検定制度という新しい取り組みにもチャレンジしています。ヘアカラー検定制度を、作るにあたって何が一番大切かと言いますと、全国の美容師たちがまたヘアカラーリストたちが段階を経て正しい知識、正しい技術を自分がどの段階まで身につけれたのか、またどこまで、自分が勉強して取り組んでいこうかと、そういう、明確に、基準が分かってくる、そして全国に本当にレベルの高いヘアカラーリストをどんどん育成していきたい、そういう思いでヘアカラー協会は検定制度を始めました。この度の新ヘアカラー入門、今の時代に即した本当にヘアカラーデザインを行うに対しての大事な技術内容であったり、そして薬剤の知識であったり、そしてまた色に対する色の扱い方とかいろんなものが組み込まれています。これを皆さんでしっかり学ん で全国、そしてまた日本だけでなくアジアの女性もみんなで綺麗にしていきたいと思います。ぜひご活用ください。